こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。あなたは天才韓国人と呼ばれた人を知っているだろうか？ F-22 戦闘機ラプターの設計に関わった米国でも有名な人物だ。今日はスポットを当ててみました。近年高性能化した戦闘機ですが、機体にはそれなりにリスクが伴ってきます。それは情報漏洩でしょう。機体の情報が漏れてしまう恐れがあります。では、この情報漏洩を一番犯しているのはどこの国家？軍事機密はどの国でも喉から欲しい情報です。いろんな手を使ってもね。韓国の天才設計士の話をしていきます。あの F-22 ステルス戦闘機の設計に関わった人物です。では、2020年7月8日、アメリカのメディアは複数の同国の軍事関連企業に在籍した経歴を持つ韓国人技術者がそこでの職務で入手した軍事機密を漏洩したとして起訴されていたと報じた。この韓国人技術者が在籍したアメリカの軍事関連企業とは、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、レイセオン社の3社で、ロッキード・マーチン社では兵装システムの設計責任者に地位にあったという。このロッキード・マーチン社での兵装システムの設計責任者とは具体的に何かといえば、アメリカ軍のみが運用する F-22 ラプター戦闘機のミサイル、爆弾、魚雷などを制御するシステムの模様だ。このアメリカを代表する現在でも世界最強の呼び声の高い第5世代戦闘機 F-22 ラプターの兵装システムの設計責任者を務めていたことから、当該の韓国人技術者は同国での知名度も高い人物だという。今回の報道では、この韓国人技術者が起訴されたのは先に挙げたアメリカの防衛関連企業3社のうち2社から機密情報を不正に取得し韓国に持ち出したとされるもので、2020年9月には判決が出される予定だ。すでにこの韓国人技術者は2019年8月にアメリカの司法当局によって逮捕され、2020年6月に開かれたアメリカの法廷で同国の武器輸出管理法と国際武器取引規則に違反したことを認めている。これらの違反事実により、韓国人技術者には最大で禁錮が20年、罰金が約1億700万円課せられる恐れがあると報じられているが、何百年というような求刑がなされるアメリカの裁判にしては軽微な気もする。さらに、韓国人技術者本人が起訴状の罪を認めていることから、アメリカの司法当局が禁錮3年以上の量刑を求めないとの意見書を出して許されることも、その感を一層強く感じさせるのかもしれない。
今回起訴された韓国人技術者が認めた事実とは、当人がアメリカから帰国後に韓国で設立した企業が、2014年に韓国航空宇宙産業に提案した中に、アメリカの軍事関連企業在籍時に知り得た軍事機密を用いたことだ。アメリカの司法当局は、韓国人技術者がこの韓国航空宇宙産業以外の韓国の防衛産業についても同様の行為を行っていたと指摘しており、事故の企業の受注を目的に意図的に軍事機密を漏洩したものとしている。この件とは別件であるが、アメリカの司法当局は2020年6月にも、それまで伏せていた起訴後3年以上も経過した事案の公表に踏み切っており、一連の公表はアメリカと中国の対立構造を鮮明にしたとも言われている。というのも、こちらの別件とは、韓国人が航空機やレーダー類の軍事目的での使用に転用可能な電子機器類を韓国への輸出だと虚偽の申告を行い、その実は中国の企業への転売を実施していた事案だったからだ。こうした事案を公表したアメリカの司法当局の意図とは、中国に近い韓国の企業及び韓国政府そのものへのアメリカからの確固たる意思表示が込められているのではないかとも推察されている。日本でも2007年に現役の海上自衛隊員がイージス護衛艦の図面などの情報を漏洩した件に端を発し、3名が懲戒解雇に処される事案などが発生しており、アメリカ製のイージスシステム全体への影響が懸念された。また陸上自衛隊でも2013年に東部方面総監を務めた幹部が退官後、現職の陸将を含む複数の自衛官を通じてロシアの駐日武官に部内資料を漏洩する事件が発生したことも記憶に新しい。こうした自衛隊での軍事機密漏洩も、現職の自衛官が直接関与していたことは違う意味で非常に深刻な問題だとは言えるが、ことにこうした問題は軍事機密に直結しているだけに、詳細な内容が伺い知れない。そうした意味においては、今回の韓国人技術者の一件などは、むしろ自分が所有する一企業の営利目的であるという点からは、捜査側からすれば分かりやすく、マークも比較的容易だったので、ハトすら思えてくる。ちなみに、県の韓国人技術者は、自国の国家機関である防衛事業庁から拠出された研究費の横領で、韓国政府からも起訴されていると伝えられており、事故の経済的利益を得ることが最大の目的の脇の甘い人物のようだ。こちらの韓国での起訴の方も、横領した金額を全額返却に応じたことから、起訴の取り下げには至っているようだが、
こうした行状を見るにつけ、余罪が未だあるのではないかとも想像してしまう。韓国では、政権を退いた途端に、元の大統領らの一族が、こうした横領や不正な、資金の問題で叩かれ、世論も、財閥系の独占的な益収受の図式で、批判が高まる傾向に見えるが、今回の技術者の件では、同情的にも見える。在韓米軍の駐留経費の値上げ問題などもあり、このところ急激に反アメリカ色を強めていかのようにも映る韓国では、むしろ今回の件はそうした留飲を下げるニュースと解釈されているのかもしれない。